ゆめのきゅうさくちえこさんはかわいらしいきれいなこでしたでもべんきょうがきらいであそんでばかりいるのでがっこうをなんかいもらくだいしました そしてお父さんやお母さんに叱られるたびにああ嫌だ嫌だ勉強しないで成績が良くなる方法はないかなとそればかり考えていましたある日算数を勉強していましたが どうしてもわからないうえにねむくてたまりません大きなあくびをひとつしてお庭にわにでてみましたおにわにはしろいつばきがひとつだけつぼみをひらいていましたちえこさんはそれをみて ああこんな花になれたらいいなあ学校にもどこにも行かずに花が咲いて人からかわいがられるああ花になりたいと思いましたそしてその花に顔を近づけて 香りを嗅いでみました。その白椿の香りの良さは、目もくらむようでした。思わずむせかえって、ハっクションと大きなくしゃみを一つして、ふっと目を開きました。 するとどうう。でしょちえこさんはいつのまにか白いつばきの花になっていました目の前にはちえこさんにそっくりの女の子が立っていてこちらを見上げていますちえこさんは びっくりしましたがどうすることもできませんでしたただぼうぜんとしてその女の子を見ていましたその女の子は花になったちえこさんを見ながら「まあ」 なうつくしいはなでしょう。そしてほんとうにいいかおりがする。これを一輪ざしにさしてべんきょうしたいな。おかあさんにきいてきましょう。といいながらバタバタとはしっていきました。 しばらくするとちえこさんのおかあさんがはなばさみをもってお庭にわにおりてきましたまあおまえがべんきょうをするなんてめずらしいねえ。おまえがべんきょうさえしてくれるのならつばきのはなをきることくらい。 なんんでもありませんよ。といいながらちえこさんのしろつばきをパチンとはさみできっていちりんざしにさしてちえこさんのつくえのうえにおきましたちえこさんがつくえのすみからみていると 女の子はうれしそうにかわいらしい目でこちらを見ていましたがやがて算数のノートを出して勉強を始めました千恵子さんの白椿は真っ赤になりたいくらい決まりが悪くなりました 算数のノートには間違った答えばかりですところどころにはつまらない絵が書いてあります女の子はそれを消しゴムできれいに消して間違った答えをみんな直して明日の宿題まで 終わらせてしまいました。それを見ているうちに、千恵子さんは、算数の仕方がだんだんわかってきて、面白くてたまらず、自分でやってみたくなりました。しかし、今は花になっているので、 何もできません。「そのうちにおんなのこは算数をおわらせました」「そしてきょうかしょをひらいて本にちいさくえんぴつでかいてあるふりがなをみんなけしてしまいました」 復習とあしたの予習がおわると、筆入れやかばんをきれいにそうじして、えんぴつをじょうずにけずって、じかんわりにあわせた本やノートといっしょにいれて、つくえのうえにただしくおきました。 それから机の引き出しをあけてきちんとかたづけておしこんであったいたずら書きの紙くずや糸くずをきれいにのばしました紙はノートに作り直し糸は糸巻きに巻きました その間の千恵子さんの決まりの悪さ消えてしまいたいくらいでした女の子はそれから台所ではたらいているお母さんのところへ走っていって「お母さんお手つだいさせてちょうだい」 と言いましたお母さんはしばらくだまっておんなのこのかおをみていましたがぬれたままのてでいきなりしっかりとおんなのこをだきしめて「まあおまえはどうしてそんなによいこになったの」といいながら 涙をハラハラと流しました白椿になった千恵子さんは体を震わせてこの様子を見ていました千恵子さんはお母さんからこんなふうにかわいがられたことは今まで一度もなかったのです あんまりうらやましくてなさけなくてくちおしくておもわずほろほろと水晶のようなつゆをつくえのうえにおとしましたそれからこのおんなのこがすることはなにもかもちえこさんをかんしんさせました 遊びにさそいにくるわるいおともだちはみんなおかあさんにたのんでことわってもらいよいお友達ともだちとあそぶようにしましたちえこのおおばかやーいちえこのちえなしらくだいぼうずいちねんにどずつえんやらやが 出るのにつつたかせ」と悪い男の生徒がからかっても家の中から笑っていましたそのほか勉強の合間には編み物をお母さんから習いました夜は。 おじいさんの肩をもみましたお母さんのおつかいお父さんのたのみにも「はい」とこころよくへんじをしてはたらきましたそうして自分のことは何ひとつおうちのひとにめいわくをかけませんでした お家のひとはみんなおどろいてかんしんをしてほめちぎっていろいろなものをかってくれましたしかしおんなのこはそれをたいせつにしまっていままでちえこさんがつかいふるしたものばかりつかっていました けれどもおうちのひとよりもなによりもおどろいたのはがっこうのせんせいでしたいままではなにをきいてもうつむいてばかりいたちえこさんがこんどはなにをきいてもすっかりべんきょうしておぼえていてときどき 先生も困るくらい良い質問を出しますそればかりでなく今まで運動場で遊んでいてもすぐに泣いたり怒ったり拗ねたり余計な憎まれ口を聞いたりして嫌われていた千恵子さんが急に親切に 優しくなって、どんなあそびでもいやがらずにとてもげんきよくたのしくなかよくあそびますだからともだちのできることできることいままでよりつかなかったよいおともだちが みんなあそびたがっておうちにまでくるようになりましたおんなのこはいつもよいおともだちとおとなしくあそんでおとなしくべんきょうしていましたくるおともだちはみんなちえこさんの 机の上の一輪挿しにいけてある白椿の花をほめましたそのとき女の子はいつもこうこたえました「あたしはこの白椿のようになりたい」といつもおもっていますほんとにね と友達はみんな女の子の清い心に関心をしてため息をつきました白椿の千恵子さんは日増しにさみしく悲しくなってきました私のような悪い子はこのまま散ってしまって あの女の子があたしの代わりになっている方がみんなの幸せになるかもしれない。どうぞ神様あたしの代わりにあの女の子が幸せでいますようにそしていつまでも変わらずにいますようにと心から祈って 涙をほろほろと流しましたそのうちにだんだん気が遠くなってがっくりとうなだれてしまいましたまあ千恵子さん大変じゃないのすべての科目で 一番よい評価をとっているのに、どうしていままでみたいに成績をかくすのですか起きなさいってば千恵子さん、そんなに勉強ばかりして、体にさわりますよ。とお母さんの声がします。ふっと目を開けてみると、 千恵子さんは算数の本を開いてその上でうたた寝をしていたのでした目の前の机の上の一輪差しには椿の枝と葉だけが刺さっていて花はしおれたままうつ伏せに落ちていました